はい、お疲れ様です。マッピーです。アタック 1.05 倍のバフ補正がやってきたので、バフデッキ潰すぞー、うわーということでね、フェイルのトーマンデッキですね、佐野万次郎を満を持して使えることに喜びを感じました。はい、やっとねマイキー使えますね。今までいろいろ東京リベンジャーズのコラボ駒紹介してきたんですけど、ずっとね、マイキーだけ使ってなかったんですよ。まあ、たまたまタイミングが合わなかっただけなんですけど、やっと使っていきますよ。ということで佐野万次郎、こやつはね強いです。あの今回のコラボでね、まあ、無難に一番強いって言っていいんじゃないかな。うん、まあそれはね結構人によって定義わかると思うんですけど、まあ、無難な強さだったらねマイキーじゃないかなって思うんですよね。ってのもこのね神デッキっていう条件はついているんですけど、1200の雷撃からスタートして相手のキャラゴマ1枚につき700上昇、最大3600で、でコンボスキルが相手の最大 HP の 3% 分の特殊ダメージ最大 13% ということなんですけど、まあ、これはねバフォメットとかペトラの枠になってくるかなといったところです。まあ、バフォメットとかペトラに比べると神デッキっていう条件はねあるんですけど、まずねスキルが雷撃っていうのとコンボについてはバフォメットと同じですし、で何よりねステータスが超高いんですよね。289のアタックも1300超えてるというのはね、うん、3600っていう雷撃ダメージだけで見ると3600をスキルで出すっていうのは一見ねちょっと物足りないかなって思われそうなんですけど、アタックが高いんで割とカバーできるというか、まあ、ペトラとかバフォメットに比べると火力っていうのは落ちるんですけど、あのチャージが必要なかったり代償が必要なかったりっていうのが万次郎の強みかなと思います。だいぶね調整された感じのする万次郎をね使っていくんですけど、やっぱヒュプノスリーダーで使っていくのがいいかなと思いますね。まあ神デッキであれば何でもいいんですけど、あのヒュプで使うことによって苦手なシアン対面もね攻略してやるぞっていう勢いです。ということでやっていきましょう。普通にねヒュプのこのテンプレに入れててもう普通に強い。うん、あの神デッキっていう条件がついた代わりにもう普通にシーズンマッチでもやっていけるだろうし、何よりね超ゴマとかじゃないんでロイヤルバトルとか、まあ、その手の類のね低コス環境でもね強いかなと思います。スキル雷撃っていうのもねシールドとか返ってこないんでね、あのまだ最近はね雷撃メタとかもちょいちょいいるんですけど、まあ、特殊ダメージに比べるとメタは少ない方なんでね。ということでいきなりバッテリー先輩チュース。じゃあやっていきますか。まずはベルグレーでいきますか。相手オッケーオッケー、シンシアですね。あとなんか相手のキャラ依存で火力の出すっていうのが神駒だとあんまいないんですよね。特にスキルで相手キャラ依存ってほとんどいない、多分通るぐらいじゃないかな。で、マイキーね、これ持論なんですけど、あの前世紀の通るより強いかもしれないマイキーは。これガチっす。前世紀トール、あちょっと待って、これ成り打ちルキアは失敗したな、これ死に来るな。あの前世紀トールね超えてる説あってですね、これなんでかっていうと、あの前世紀のトールって相手のキャラ1枚につき1000特殊の最大4000のコンボスキルが自分のキャラ1枚につき1000特殊の最大4000ん4500どっちだっけちょっと忘れたって感じだったと思うんですけど、スキルがですね相手のキャラ3枚の状態だったらマイキーの方がそもそも火力出るんですよ。3300マイキーは火力出せるんですね、相手のキャラゴマ3枚で雷撃ダメージが。で、スキル4000出せる状況、お互いスキル最大倍率で出せる状況、相手のキャラゴマ4枚だとトールの方が火力が上なんですけど、そもそもねマイキーの方がアタックが200ぐらい高くて HP も高いんですよね。って考えたら、あのスキルが雷撃の分マイキーの方が強いんじゃないかっていう説がありますね。ただコンボについてはねトールも引きを取ってないというか、むしろトールの方が強い可能性がある、うん、コンボについてはね。はい、マイキー行きました。コンボはトールはね自分のキャラ依存なんで、まあ、今の環境でもしトールが復活したらシアンとかに使われて、なんかペトラよりもトール実はめっちゃ強いみたいなことになりかねないからね。まあトールはそもそもデッキ条件とかないんですけどね、ってのはあるんですけど、マイキー強いです。前世紀のトールは超えてるかもしれない。まあ、神デッキって条件ついてるけどね、これ意外と忘れがちだから、まあ、トールもバフォメットもペトラもデッキ条件を必要としないっていうのはね、やっぱ超ゴマの風格があるなっていう風に思いますね。うん、さあどんどん削っていきたいぜ。おっと、悩みどころ。右上 X 打つ暇ないな、これ多分極炎結構食らっちゃうし。ただこれ B3 きついな、 C1 打つ場合で。お前のコンボはまあまあ強いな、これ C 中と。さあローリングハイキック、雑に火力出しちゃうもんね。ただこれね、正直今不利なんですけど、これあれですね、自分が悪いですね。これ左上成り打ち脳死でルキア打っちゃったんですけど、これダメっすね、これダメっす。まあ、C 打ちヒュプノスとかの方がまだマシかもしれない、これするんだったら。
で、仕打ちの場合はね、万次郎も軽く伸びなかっただろうし、なんとか頑張っていきたい。これ B さん来るな。 B さんに対してどうしようかな。まあ B さん来るであろう、うん、絶対 B さん来る。いってー、きちー、これきちーな。 A4 とかで濁してって感じにするか。で B4 を足せる。あー、いやー、これイグナーツ、まあ一応チャージ貯めるか。一応雷撃ダメージ返せるんで投矢打っとくんですけど、正直負け濃厚ですね。これ角から打たれて2手飛ばしされそうですね。バイス引くこと前提で考えたらイグナーツから切るのも手なんですけど、正直現実的じゃない。ただ S5 も相手2枚切れてるからある程度なんとか。うん、ボルグきつすぎ。これは終わったな。いや、これ左ベックス成り打ちが良くなかったですね。トゥルラ行きたい。ダメか。成り打ち良くなかったな。まあ、ビーム打つしかない。よいしょよいしょ、よいしょ。なんならこれ D6 耐えたとって次飛ばせるかも怪しいからな。まあでも雷撃ダメージ返せるか、耐える場合は。まあ一応これするしかないですね、やることあるとしたら。 S3 枚切れてるからワンチャン耐えてほしいけど、トモルだったら雷撃返しでワンチャンなんとかならんかな。きついか、トモルだったらワンチャン。あとこれ普通に英語きついっすね。普通に英語きつい。あ、トモル、トモルが止まっていく。これワンチャンない？雷撃、あ、さすがに雷撃受からんか。あ、受からんと。マジか。まあどんまい。ちょっとこれは俺が悪いっすね。左上脳死で成り打ちルキア打っちゃったんですけど、ちょっと喋ってたから。あれダメっすね。ヒップで成り打つんならちゃんとした動きしないといけないんですけど、あれがガチでダメです。あれマジでやめた方がいいです。あれするなら絶対仕打ちでいいです。なんなら。しまった。まあでもちょっと課長風対面ってこともあってね、特殊が腐っちゃったな。特殊罠とかしょっぱな負けちまったわ。これマイキー君のせいじゃないからね。でむしろマイキー君だからこそ可能性残ってくれたんでね、ワンチャンあれな、もうちょっとで耐えれたな、最後の火力ということで。ヒップのすきました。この対面マイキー君クソ強いです。雷撃メタ基本、あーでもあれだな、トウヤとかはきつい。トウヤとかはきついからね、やめてほしいね。てかトウヤが紙デッキで使うのちょっと俺本当になんかね、日に日にね思う。トウヤが紙デッキで使うのガチで失敗なんじゃないかなって、もう日に日に思う。日に日にこの謎のトウヤ紙デッキで使えるっていうね、フラストレーションが溜まってって、1年後には1年後にはどこまで伸びてるでしょうか、このフラストレーションは。どっかで頭打ちになってくれたらいいんですけど。いらっしゃいませ。はい、トゥルラ引きました。最強です。よいしょ、ヒュップ打ちまして、ちょっとこの罠ゴマがうざいんでね、早めに取りましょう。でヒップきます。はい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 。で相手のキャラ貯めつついきたいんですよね。で角に打つような進行もちょっとこの手駒じゃあんま強くなさそう。これ一旦 B さん濁しますか。さあ相手のキャラ貯めつついきますよ。高校の方が気持ち貯めやすいかもな。特にさっきみたいな試合だとあれ、なり言ったけど、ヒュプ弱いじゃないですか、仕打ちって。ってなったら、マイキーも良くなっちゃうので、あんまり仕打ち進行したくないんですよね。いらっしゃいまーせ。素晴らしい。これ、ルキア打つ暇ねえな。B4 トゥルラですね。相手、罠ゴマ切ったし、このトゥルラ取ってくれたら、それはそれで次の展開からね、つなげられるし、トゥルラコンボクソ強いし、相手のキラーも残るし、うん、完璧です。これ、行くしかない。これ、トゥルラ、いかんやつおらん。おっと、さあ許容していく。じゃあ火力出しちゃいたいな。シールドワンチャン持ってるか。で持ってたら今出すよね。これ雑マイキー打っていいっすか。もう雑に行きますわ。シールド持ってたら今打つよな。さすがに目の前のトゥールラを無視してシールド貼らないなんてこと俺は聞いたことがねえ。むしろトウヤ後出しされる前に早めに行こうぜ。佐野万次郎行くぞ。俺ヒプノス潰すぞ。まあバイサム引いてるんでね、早めに動きますわ。さあトゥールラのコンボか、サンジローじゃない、万次郎のコンボかがどっちか残ってますけども、さあ食らいまして、相手の HP ね 13% 削りだから、まあ、3900出せるって書いてます。で4200の5200、6000の1800ライフバで出れば勝ちですね。つまりこれで勝ちです。これライフバで1900後半出るんでこれ勝ちですね。よし、うーん素晴らしい。うーん、さすが佐野くんです。佐野、やっぱ佐野なんすよね。
僕友達に佐野って人います。ちなみに佐野って名前で活動してる人がいます。エペックスなんか3ヶ月でプレデター踏んだっていうね、半端ない人なんですけど、まあ最近あんまエペックスやってないらしいけど、ツイッチとかでなんかいろいろバロとかやってるんでね、よかったら見に行ってあげてください。はい、よろしくお願いします。さあ来ました。ちょっとしょっぱな出花くじかれたけどね、2戦目からはもう負けたくない。ただね、ちょっと使ってて思うのがね、なんかルキアがあんまいらん気がしてきたな。まあ、神探対面めっちゃ強いけどね、意外とねルキアの使い勝手最近悪い気がするんだよな。よろしくお願いします。はい、手駒クソ強いでね、今回ヒプノス対面ってことなんですけど、さっきね、佐野万次郎が刺さるって言った理由はやっぱフェイルノートですね。フェイルノートとか打たれると佐野くんはね最大パフォーマンスすぐに出せるんで、さあハロメ来る、ハロメ入れようかな。ちょっと抜いちゃってるんですよね、オーリックいるから。ハロメも入れていいかもに。どうしましょう、成り打ちフェルノとしましょう。こういう時はこれで相手 C2 進行ちょっとしづらいでしょ、ここのフェルノート。あーでもこれ C に来るな、俺のフェルノートの召喚弱いなこれ。あ、C に来ない、これは OK です。さあフェルノートね、後々残すのもありなんですけど、ちょっと俺最近トウヤが怖いんでね、もう早めに出しちゃった今のまあ後出しでもよかったと思いますけど、雑にやっていくぜ。よし、さあその召喚は一番弱いですね、一番弱いかも。これ C に来たら強い、まあ、C に来たら強いか、これ角来るよな多分この召喚だったら。ですよね。さあ富岡義勇クソ強です。こんな時にね佐野くんが欲しいですね。うん、効かないんですわ。ですけども、まあうまいことシールドでやり過ごしましょう。これ B3 進行弱いですね、手駒特殊で固まってるんで。 D5 シールドで、ちょっととりあえずやり過ごしますか。フェイルノート出せてるし、このタイミングで富岡義勇なんで相手も手駒そんな強くないでしょ。 OK で、これベルグレで打たせます。さあカット入れますんで、右上 X 行きたい、よいしょ、トウヤ、素晴らしいですね。で今シールド貼られてる状況下なんで、カウンターダメージで狙っていきますか。そいそいで、相手のキャラも結局ちゃんともうね気づいたら4枚溜まってると。で佐野くんの火力も最大火力まで出せるようになってますね、気づいたらね。結局気づいたらこうなってますね。さあワノゴマ来ます。シールド貼られてる状況下のワノゴマか。まあさやかかな、あれですね、富岡義勇でカットしてるから回収できないでしょみたいな感じで相手捉えてるでしょうね。なんでこれもうバイセ打って回収しましょう。 OK、 これでカット込みでダメージを受けていく。でイグナス手駒にあってバイセ取るにしてもトウヤ君あれしてくれるし、ザフキのコンボも残るので、このバイセ、まあ、なんとかなるでしょう。 HP こっちの方が勝ってますね。でイグナスとバイセあるから早めに動きたいな、早めに動けるなら動きたい。あーフェイルノートって、あーそれ強いな、それ強いな、ヒールがダリーな、ちょっと考えますわ。これ3000でしょ、2枚1200の5500の6500、ちょっと F3 打ってこれちょっと次飛ばしに行きますわ。これもうフェイルノート出されてるんで早めに動かないと無理だな。でヒールするにしても左下 X になってヒュプコンボなら飛ばせると思いたい。で富岡義勇採用なんで多分ビナ入ってないでしょ、あってペトラとかでしょ。でペトラはこの段階だと全然受けられるはず。 OK、 さあヒールされるがヨダメも十分、あえてダメージ食らってバイセ君でフィニッシュしたいですね。はい、で買わずもありますと。いやーこれあれだな、ザフキ強いな素晴らしい、ナイスナイス、オッケー、良き立ち回りでござった。あれですね、富岡義勇出されてる状況下で罠回収できたら素晴らしいですね。B3 バイセは、良きでした。ただ今の A3 フェイルノートとか打たれてたらちょっと変わってたかもな。まあでもその分トウヤのダメージ返しはあったんですけど、どうでしょうか、 A3 フェイルノート来たらどうだったんだろう。イグナー、あーあれだな、F5 にイグナーツだったかな、その場合だったらライフ爆火力出しながらダブコン残してで一発受けてどっちかのコンボで飛ばすが正解だったか。 A3 来た場合ね、来ました神ターン。
ハミタンなんてもうね、シェムケリーだのディガンマだのリンガットみたいな駒出されるから、そりゃもう雷撃で攻めてあげたいよ。おっと、6月買いたいよこれ。オラ引いてるね。6ください、6ください。初手エンデガーありがとう。初手エンデガーね、油断しちゃダメですよ。こうやってね、初手エンデガー出すんで許してくださいって言ってね、こうやって近づいてくる人ほど気をつけてください。おおむねミューズ引いてます、この人。おおむねミューズです。こういうの大体見たらミューズだと思ってください。かま麦とかプティまで捨てる、もうミューズですこれ。プティ捨てるのは何なん、フェルノと思ってたら出すよな。プティ捨てるのは何だ。まあでもこれはヒップ出しますわ。さあ、俺のヒップノスの火力は1300あるんだ。すまねえな、買わずあるからね。でこれ B さんフェルノート行ってもいいな。これミューズ来るでしょ、とりあえず。右から2番目、右から2番目ミューズっす。うん、ミューズ打たない。いや、わかんない、これ全然まだある可能性ある、これわかんない。はい、だがこれなおのことフェルノート B さん打ちたいな。フェリプティのコンボなんて即席のものではないというか、なんかね、速攻力のあるものでもないですからね。フェルノートコンボで削るぞ。でウンディーネは叱るべきタイミングで取っておこう。で引きたいのはマンジローか。マンジローなんていつ引いてもいいよ。神探対面のマンジローの強さは雷撃ってのと代償しないことかな。神探対面ね、マンジローなんか逆にいいかもしれないな。火力についてはペトロの方がもちろん高いけど。さあ神フィリか、微妙ですね。まあでもウンディーネは残したいな。まっすぐな強さ見せつけるぞ。暗いな、素晴らしい。オッケー、半分以下になるな。でこれデガ切ってて、アラジン持ってた場合アラジンから切れるやつなんで、アラジンも手駒にある可能性は低い。でデバフもかかってる。俺のペース、プティ捨てたの美味しすぎるな。なんか狙いあるかこれ。ちょっと怖くなってきた。カレフティスか入ってる。バホメット読みカレフティスか入れて、ミューズ来る。え、ちょっと待って、これミューズ後出しだよね。ちょっとこの狙いはよくわからん。マイキー、さあこれちょっと考えます、考えます、考えます。いや、マイキー B4 でいいんじゃないの。4900、5900、マイキー B4 でいいなこれ。え、いいでしょ、もうこれがある、もうこれでいいですこれ。はいはい、次グナズで飛ばします。はいはい、火力出してください。はい、火力出してください、火力出してください、お願いします。トップ引きね。じゃあチャージの溜まったイグナツで分からせますか。まあこれさすがに引き強かったし、あとプティ捨てたの手滑ったんかな。なんか右から2番目の駒結局分かんなかったな、あれ何だったんだそれ。カレフティスか、いや考えすぎだと思うけどな。カレフティス、カレフティスかな。いや、カレフティス残す意味ねえな。結局エンデガでカレフティス以上の火力狙えるでしょ、カミタンだったら。わかんないな。まあ結果的にね、サノマンジロの強さとしてはカレフティスも効かない。ちょっと考えすぎだな、カレフティスなんて。考えすぎか。お姉さんキャラ大好き。お姉さんキャラ大好きですか。じゃあマンジロでいいじゃん。おい、おい、来た、ラリー。よし、遊んでやろう。よろしくね、よろしくね。じゃあオリックからいきますよ。使いやすいなこの駒。出すだけ2000、あ、じゃなかった、2300。あ、はい、さい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 。変わずが強い。でお、これはあれですね、おそらくやつですね、やつです、やつがあるんで、エアがあるんで気をつけましょう。で運で切りますか。ヒュプなんで相性は取れてるんですけど、言うてラニの爆発力もなめちゃいけない。祭りも怖いしランタイも怖いんでね、気をつけましょう。来いよ、お、来いよ。いや、まあ、祭りはやめてね。祭りがだったら、まあ、ある程度は大丈夫。あ、金馬もやめてほしい。OK、グエリカットできたな、上等。よし、ウンディーネ仕事しました。よっしゃ。イグナーツ。まあ、まあまあ、早いけどいいですよ。イグナーツ。はい、ヒュップの素でデバフかけながら。このカワズがマジでいい仕事するよな。あと一歩足りないよ、補ってくれるよね。
まあ買わずのせいで手駒事故ることもあるんですけど、どうだ、うん、でもなんで買わずがね使われるっていうか使われるようになったかっていうと、これ持論なんですけど、最近の S 駒が雑に出せる駒が増えすぎな気がするわ。多分そのせいだと思う、うん、フェルノとサフォラをねこういうもうなんか雑に出しちゃってさ、もう結局あの謎取りまくるみたいな駒がね、やっぱ環境も進化してるんでね、雑置きできる駒が増えた結果雑オーラもできるようになった気がするね。でオーラ引かれちゃったね相手もね。はい、シェムケリー、あーこういう時に誰が欲しいか分かるよね。こういう時に欲しい駒、あのランキング世界1、うんそうなんです、マジでそうなんです、本当お前やるな。はい、ローリングハイキック、特殊効きません、素晴らしい。次、この場面についてはペトラより強い、火力通ってるしコンボも強力だし大丈夫してないし、いったえぐお前、それ強いね。ちょっと考えますか、バイセ、これちょっとロックで当てて次バイセ A2 からいこうかな、よいしょ、はいナイス、うんさすがにこのタイミングロックでいい気がするな。デガとエアを打たれたくない、はい、あワンチャン釣ってくれたらよかったけどダメでしたね。なんだクラリーチェとか来るか、クラリだったらもう満体、オッケー、クラリー予想通り、多分テンプレなんで次デバフまだかかってて余裕で耐えれる。これバイセから行こう。さあ万次郎、おめえのコンボはどんなもんだ。3500600は出るであろう、500、あ400か、まあまあいいでしょう。お強いなマイキー、マイキーえぐい、マイキー強い。これドラケンとか来ないから大丈夫、よかった。これドラケンの回復とかちょっと一瞬脳裏に浮かんだんですけど、さすがに HP 的にドラケンなさそうだね。まあマイキーをドラケンが抑えるっていうのはなかなか熱い展開かもしれなかったんですけど、そうはさせねえぜ、無敵だもんな。おっと3700、あそっか、さっきのはあれですね、最大火力じゃなかったのか、 3% ずつ上昇だもんな。よーし、マイキー強い。で今のところね、何がマイキー強いかって、仮想敵のねシアンとかメルベみたいなね相手キャラがねめっちゃ増える対面に当たってないのにこんだけ強いんですよ。それ強いに決まってるわ。でそういう対面じゃないバフリーダーとかに対してはヒプノスが刺さるって感じなんで、非常に相性がいい、非常に相性がいい。うん、そらそうよ、そらそう。相手キャラ3枚で3300雷撃だけでもね、まあその時点でも雑に使って強いしな。逆転のピンチパーチ。あとはバフォメットに比べるとチャージが必要ないっていうのがありますね。さっきのシェムケリ置かれた段階でトップバフォメットだったらチャージがされてないので火力ちょっと低かったんですけど、明らかにマイキーの方が火力出ました。チャージ必要さとせずにすぐ打てたからね。よろしくね。さあヒプノス、おっとショテベルグレーで痛い。これシャーナキ、シャーナシショテルキアだな。まあ成り打ちされるでやろう、しょうがない、シャーナシショテルキア。バイセ釣ってくれや、ショテベルグレーであるんやろ、バイセもあるよな、あるよな、一番右このコマ。ウンディーネとかやめろよ、はいバイセ釣った、でかいよ。あそっちのバイセだったけど上等です。で風車打たせたのも良きです。はいベルグレーで引きますね。ただここベルグレーであんま強くねえな。次 B3 ベルグレーでもコンボないもんね。でヒュプで X もねあんま強くないな。で、まあ、シールドあるやら罠子もあるやら知りませんが、正直 B3 フェルノと勝負したいここ。まあトーヤとか打たれたらきついけどね、まあ、マイティじゃないサイカとか打たれたらきついんですけど、関係ありません。それなかったら一方的に俺がアド取れるからな。なかったらなんですけどね。でもあったとして、一番右からバイセでしょ、ワンチャン分かんねえな、ワナゴもあると、まあまあやりますね、いいですよ、こんなもんは許容なんですよ。でマイキー君、あ引かないか、一回じゃシール貼りますわ、尺ですけど貼ってあげましょう。オッケー、これ食らうけど、まあ、6000ちょっと削られるけど上等です。大丈夫、こっちも座吹きでカバーして。ただこれ怖いのが相手のマイキー、これマイキーあるかな、相手ワンチャンある、やめてください。バフォメットも怖い、
ウィブはダメージカットできるからまだマシではあるけど、普通にピンチではある。普通にピン、あおマイキーちょっと考えます。マイキーの4ダメ4400の5000、あ似て飛ばしはちょっと無理だな。けど日和らせることはできるね。マイキー打ちましょう。まあ、あのロック耐性にもなるんで、これちょっと日和らせましょう。マイキーで雷撃入れて、シールドメタルでマイキー残しときたかったんですけど、正直もうここまで来たらあのシールド引かれたら負けに等しいです。マイキーでどうにかなるわけじゃない。あーヒールか、これならワンチャン耐えてくんねえかな。こっちもヒールあるんでね、4枚返しか相手。トウヤくん、んーちょっと考えます。正直もうシールド引かれてたら無理なんで、左ベックス打って3枚耐える前提で行っていいな。正直シールドは無理っすね。ちょっとでもダメージ減らしますわ、これ3枚返しにして。まあでもウンディーネだったら飛ばせそうかな。これワンチャン耐えるくない？あ、あとねこれイシュケがコマ数かける220なんで3枚抑えた方が軽く抑えられるんですよね。あーバフォメットは辛いんご、ただ右から2番目だったぞ。チャージ溜まってるかお前、それ溜まってる、だが耐えるんですよ。危ね、これはね D に打ってたら死んでました、おそらく。でなぜ勝てたか、それは当たり前だろ。それはね、なんでか、なんで勝てたか分かります？今のマイキー君の HP なんですよ。そしてマイキー君によるまあ代償しない火力、それが刺さったんじゃないですか。実際でもペトラだったら勝て、あの2手で飛んでた可能性すらあるけどね、あいつ火力 バカだから。まあでもマイキー君の強さっていうのはね伝わったと思います。どう見てもマイキー強い。ありがとうマイキー。実際相手のウィブサニアがマイキーだったらどうだったんだろうね。わかんない。うん、わかんない。実際わかんない。あ、でもウィブも強かったな、今のは。あぶねー。普通に怖かったわ。ナイス、マイキー。来い。来た。何？さあ、マイキー5連勝。乗っかっていくぞ。このビッグウィーブに。あー、相手 HP275 ですか。ちょっとドラケンが怖いですね。今回の通り部コラボいろいろキャラゴもいるんですけど、あのドラケン怖いね。ドラケンが怖い。ドラケンね、あれ俺はねチャージが必要だから、まあそんなかなとか思ってたけど、やっぱちょっと捕食量高いね、改めて見ると。あやつ強いな。ちょっと松の地冬とバジさんを交換したんですけど、あれなんか何つったんですけど、あれ、あ、え？やったよ、やったよ、やったよ。これラニマ殴りか。さては初手守護から切っててラニが釣れる。ラニマ殴りか。ラニマ殴りって結構ラニ上多いんでね、あの神駒だけアタック上がってたりとかしてたら大丈夫だったりするんですけど、うん、そんなことなかった。混合でした。そんなことありませんでした。で、相手のキャラ、潤沢に溜まってるぞ。はよ、引けよ。マイキーくん。おいよ。ああ、なんか乱体でカバーしてきたんですけど。やめて、そのカバー。あ、乱体にカバーされたんだが。うわー、気に入らねえな。気に入らねえな、そのカバー。まあでも俺はヒップ出せてるんで、結局火力は足りるというか、そのね、相手の火力は、おおむね下げれる。ただね、マジでドラケン怖いな。これちょっと、俺ラニからのイシュタルですら嫌なのに、ドラケンまで入るとちょっとダブル捕食でさすがに怖えな。ちょ、意識すればするほど、ちょっと怖さが際立ってきましたね。だが、そこで罠ゴマ張るか。なんだ？ちょっとなんかドラケンの匂いがする。まあでもドラケン引くんだったら俺もマイキーで対抗しますからね。ドラケン混合デッキですからね。マイキーはヒュプで使えるからね。マイキーの方が強いっていうことを暗に示してるのでは。あーはー、あーはー、いい捕食だこと。だがラニがないのでね。でこの日マイキー、あー引けない。一回火力出しておきたいですね。 B4 打入られるのも尺なんで、これ一旦ヒュプのせいでコンボ組みますわ。どうすかい、素晴らしい。ヒュップのコンボ強っ。お前のコンボ、あの最大火力じゃないのにマイキーと同じ火力出してんだけど、ヒュップやばくね。さあ、はい、コロネ打たれるんで、これでウンディコンボですが大きな火力出せるぞ。いらっしゃいませ。うん、これイグナッツで火力出すか。
行くぜ。よいしょ。あ、いい雑に強い。次バイトけんな。もうつ、これちょっと、ルキアでラに釣れたのは事故だと思うけど、んでも勝っちゃってるんでね。シェム来る。まあ、シェムの、あー、オッケー。いいもの見せてやるよ。マイキー。うん、引かなかった。引かなかった。まあでも行きます。関係ないです。何も関係ない。何にも関係ない。あ、ちょっと待ってください。ちょっとあれですね。最近、ちょっと自分、友達がオセロニア始めまして、ちょっと配信者の方なんですけど、オセロニア始めたっていうか、もともとやってて、で、なんかまあ、やってたことがあって、で、最近の7周年でちょっと復帰してみたいな話を聞いて、いろいろちょっと教えてた友達から今、連絡が来て、起きてますかって来ましたね。今ちょっと夜中の2時に動画撮ってるんですけど、まあ、ちょっといろいろ教えたいので、連絡だけ返します。撮影 now ですって置くとこ。ちょっと待ってね。あ、来ましたね。相手ヒプノスですか。よし、さあ連絡返しといたんで。おっと、ちょっとよそ見してたら手駒事故取るやないか。みんなどっちがいい？イグナーツみたい？バイセみたい？これでもバイセはね、ロックで釣られる可能性があるので。あ、じゃあバイセ切ればよかった。なんで俺イグナーツから出した？ミスった。なんでやねん。西野、お前何言ってんねん。バイセ釣られる可能性あるんやったらイグナーツ切って。俺はさ、言ったじゃん。だからさ、もう最悪。俺は何を言ってるんだ。バイス釣られる可能性あるからイグナス残すちゃうんか。俺は何を言っているんだ。俺は何を言っているんだ。バカです。誰が芝いてくんない俺のこと。逆だろ。これフィニッシャーマイキーしかいなくなっちまった。大丈夫か。西野、何言ってんねん。バイス釣られる言うてん。なんでお前イグナスから切ってん。もういい、俺に代われ。ヒプノス出しかないでしょ。いや、もう俺もこの試合だけナダルでやろうかな。ナダル対ルビルビさんにしない？今からちょっと俺今のちょっとショック受けたわ。俺は何を言ってるんだ。ロックで釣られる可能性あるからイグナツ残すだろ。なんで俺はイグナツ切ったんだ。おっと、なんか来ましたね。これちょっと右下 X から入って F4 とトゥールラで動線組みたいな。で、これちょっとマイキー君も火力出しにくい状況になってました。にゃにゃ。ウンディネ切りたくねーけど、ウンディネ、あ、いや、切りません。これオリクです。ウンディネ、ちょっと残すわ。どっかで使えるはず、こいつは。これはね、許容です。大丈夫です。この返しダメージは許容です。ウンディネは俺、ちょっとどっかで使えると思うわ。唯一のシールロゴマみたいな。あ、でもザフキ入ってたか、このデッキ。ザフキ入ってたか、このデッキ。まあ、いいか。キチーフェルノート引いてくれません？いらっしゃい。本当に引いてワロタ。でもこれトゥルラですね。トゥルラの方がコンボがちょっと強いです。カイク入れてドク入れます。まだ勝てる。この勝負まだ勝てるが、あ、だる。ちょ待って、きつ。これ E6 打てるやん。次どうすんの、これどうすんの、これどうやって勝つの。いや、きつ。これ B4 打ってる暇あるんかな。考える。これ B4 打って耐えれたらさ、 C5 耐えれたら D に繋がるんだけど。いや、これでも時間ねえな。俺1枚200しかねえわ。ダメだ、これこっち行きますわ。うん、これ分かってる。正直このダメージきついのは分かってるけど、これ行くしかねえ。正直これしか俺に勝ち目はねえ。E6打たれるんですけど、あのヒールかきちい。どっちみちきちいな。これどうやってもきついな。まあ、可能性があるとしたら、次 D2 で削って、マイキー行くしかねえな。これ2ターン耐えれるんか、果たして俺は。それも考えないといけない。あ、終わった。これマジでバイセン残っ、イグナツ残ってたらまだちょっと変わってたんだけど、未来。あー、これ未来最低。あ、未来最低です、これ。未来最低。未来最低。
もうこれ罠駒張りますわ。左シェイクス回復しないと無理っすわ。ヒルしまーす、ヒルしまーす、毒入れまーす。これなんか、なんかの間違いで耐えてよ。ねね、なんかの間違いで耐えてくんない？一回でいいから、一回でいいから、先っちょだけでいいから、お願い、一回でいいから。耐えて言うたやん、耐えれるわけないやろ。無理これ、もう無理無理、もう俺は何をして、ああ、もう友達の連絡返してたら変なプレイしちゃって。いいですよ、うん、認める、認めてやるよ、認めてやるよ。ナダルの負け、ルビルビの勝ち。まあ、俺のナダルは偽ナダルなんで、偽物ですけどね。結構いっちゃってるきっつ、あー、なえた。俺何を言っとんのマジでロックで釣られるからイグナーズ残せ。 OK、 もう二度と同じミスしない。はい、あれつきました。暗殺の時間は、うん、ちなみにアレス対面もマイキー君はね、やっぱ雷撃罠っていうのはあんま飛んでこないんで基本的なんですよ。でバイス入ってるアレスっていうのは、まあ、大体ベランジェール入ってると思っていいですね。でベランジェールってさ1500以上だっけ、ちょっと一応調べるわさあ俺は Google 先生を味方につけてベランジェールの発動条件もしっかり調べていくぞ。お前の発1500、え、1000だっけ、ちょっと待ってね。1000か、1000か、1000ですか、そうですか、え、1000だよね。ちょっと待って、なんかこれ画像荒くて、あー、さやかですか。まあさやかはそんなもんない。あ、1000以上ですね。 OK、 わかりました。1000以上です。皆さんベランジェール1000以上です。情報出ました。何風花ちゃんだと、んー、ちょっと珍しい駒入れてんな。あー、これめっちゃベルグレード打ちてダメか。アレス対面の X 怖えな。でもいや、でもいいや、俺ちょっとさやかあるんで攻めますわ。攻め X 行きます。あと仕打ち対面のね、仕打ちしてきた相手に対するね X って意外と強力なんでね、ちょっとやってみるわ、いろいろ。あとマイキーも早めに使えそうなんで、おっとなんかいろいろ飛んできたな。アレスとは思えない面々だ。イグナツ、ほんじゃマイキー行くよ。こんな仏徳シールドなんてぶち抜いてやれ、ぶち抜くぜ。ローリングハイキックでな。はい、吸収も入れます。でアレスのコンボをさやかで返せるような盤面状況にできれば100点あげようかカード罠来るか、そろそろ罠子もあるだろう。なんか罠持ってんだろ、出してみ。ここら辺から、ここら辺から出してみ。え、F3 に打つんだ、ちょっと珍しいな。でこれね、永遠にアレスがちょいコアなんだけど、これでも削りてえな。これ D6 ったら相手罠駒弱いんですけど、ちょっとこれ削りますわ、削るっすわ、無敵のマイキーで。うん、ベランジェルでしたベランジェルでした。あー、全然 HP 残ってますよ。ベランジェルでした、まずい。だる、しかもこれさ、俺のさやか回収されるのほんまムカつく。うん、どうしよう、あー、だるいな。いや、だる、とりあえずあいつは回収できるけど、いや、これベランジェル回収させないようにしよう。これで、あれ、このタイミングでアレス出させたくないっすわ。これちょっとこのタイミングでアレス出されたらだるいんで、一旦こうしますわ。 F に罠駒打たせよう。だがベランジェール結局発動するんで、ちょっとこれまずいっすね、普通に負けそう。はい、イリアンドエリカ、まあしょうがないな、ここで東亜でも貼っときましょう。で F2 の罠は発動しない、でかい、これ発動しない、でかい。特殊罠か、レニアードの可能性も捨てきれんが、これどうするんだ。え、ハピス、ね、そっちハピ打つ、ま、ちょっと待ってください。うわ、これ F2、ね、あれだな、誘ってきてんな。イグナーツ手駒にある、これバイセフィニッシュ狙いてえな。
これ F4 打ってリペアさせて、このハーピストのコンボを打ちますわ。これハーピストの、そう、ハーピストが絡むとどうなるか。え、ちょっと待って、毒穴だったんですけど。それは予定外。え、もうこれ全然受けれますね。いや、大丈夫です。これね、勝ちです。あのね、ここでアレス使わして、ハーピストの通常攻撃カットを利用して、ベランジェール発動しないようにすれば OK ですね。で、これで特殊ダメージで勝ちましょう。はい、そのハーピスト。お前、そのハーピストを恨むがいいわ。じゃあな、これ発動しないんですわ、ベルメランジェール。残念だったな。もうハーピストなんて打つから。よしよしよし。ハーピスト打つから。でもこれ、多分あれだな、神ためただな、きっと。神た相手にシールド貼りたいんだろうな。きっと、きっとそうに違いない。はい、ということで。どうしよう、あと15分ぐらいで行くって言ったけど、じゃああと1戦だけ行くか。神たな。さあ、あのちゃんと調べといてよかったですね。ベランジェール1000以上で発動、ハーピストのシールドを逆に利用させてもらったぞ。ありがとう。混合殴りデッキですか。最後の相手にふさわしいですね。行きましょう。ラニラニラニ、あと、フィプノス2、トゥールラ2、オーリック。めっちゃ手ごまつえな。相手 HP 高くねえな。これね、 HP の高くないラニは逆に気をつけてください。逆に何か AC から、逆にね。さあ、オーリックいきます。よしよしよし、カモンカモン、ブレードマウント。いらっしゃい、さやか。はい、これ成り打ちもあるんですけど、最近ちょっと俺ヒュップで成り打ち微妙な気してきたんでやめます。普通に風車打ちます。で、この間に特殊ダメージの一つや二つ発動してください。しなくてもまあいいですけど、一つや二つ発動してください。お願いします。お願いします。ダメかな。ヒン、ヒー、怖いそれ。あー、これグエリアスとか飛んできたらやだな。まあ、でもヒップ出すか、とりあえず。とりあえずヒップ出しますよ。いや、祭りか、怖え。まあ、ランタ行かれてないのでかいな。しかも HP 低いから、これなんか竜飛んできそうだな。竜来るな、これ。俺のサイカ腐ったか。まあ、でもイグナーツとバイゼ手駒にあるのは、素晴らしい。罠駒ですか。どうしましょう。ちょっとこれ D1 期待だな。あと右上 X、 これちょっと東野は不安定事項が多すぎる。トゥールラ打つか。おらおらおら、相手 HP 低いからね、ちょっと早めに勝負仕掛けてみましょう。だが捕食が怖い。捕食怖いけど、でもあのわらこは取らずにいられないんだけど俺の。おっしゃー、やっぱジェイでしたね。危ねえ危ねえ。いやけども相手のペース、ザフキ、どうしよう。ゴリ押しできるかな。手駒的にゴリ押しできるか怪しいな。 A4 当てが右上 X なんですけども、俺は A4 当てだと思います。わかんない、一応デバフ効いてるんでね、こっちも。いや、微妙かな、これ。うわ、やべ、オーラ引かれた。うわ、それだったら右上でよかった。あ、てかミスったな。これ、ジェイン打つってことは、ワンチャンバハム取る。あ、そう、これ、ジェインコンボ微妙だから A4 当てたんだけど。あ、ただこれ、その後の B4 きついな。あ、やべ、これミスったな。ザキハルしかね。やべ、ミスった。キチ、これ、なんなら B1 バカきついわ。今気づいたわ。まずいっすね。これ、B1 に対して C1 打つしかない。やべえ、右上作ってばよかった。あー、オーマイガー。マジでマイバット。これ負けても文句言えない。まあ負けても文句言えないというか、負けたら基本的に文句言えねえけどな。いや、これマイキー、マジでマイキー。ガチマイキー。あの、ガチマ。ダメですか。ちょっと考えます。これトップマイキー以外勝ち筋あんの？ないね。もう倍数切りますわ。なんだこれ、トップマイキーもきつくね。そんなことない。いや、トップマイキーならいける。トップマイキー以外勝ち筋ない。これしかない。
でジェンから切ってるでしょ。バハ持ってたらもっと早めに出せそうなんだけど、どうかな。まあエアも知らない。でもエアだったらその HP なさそう。でが特殊カット入りますよ。無理か。うわ無理か。そうかそうですか。すいません、マイバットです。俺なんで右上 X から打たんかったんや。あーでもちょっとどっちみちマイキーいないとどのみち火力足んなそうだったな。こんだけ押し押しでいってでもダメだったんなら、どのみちきつかったな。最後負けちゃった。うわーだるー。やらんかったよ。あーちょっと後半あれですね、グダグダでしたね。すいません。ただマイキーを引けた試合は基本的にマイキー大活躍でしたね。だってこれ引けた試合あんま負けてなくない？最初ぐらいじゃない負けたの。マイキー強かったな、マジで強かったわ。はい、まあ、ちょっとあのアタックのプラスフェアリー持ってなくて触れてないんですけど、マジでマイキー強い。こいつは200でも使えるし200じゃなくても使えます。マイキー使ってあげてください。マジで強いです、本当に強いです。うん、コラボ雑に今回のコラボの中だったら一番強いかなって俺は思う。ただ人によってそれは変わる。まあ代用できる駒はあるんで、そういう意味だったら最強とまでいかないかもしれないけど、まあ駒パワーだけで見るとソナラに並ぶっていうのは強みではあるので、うん、まあ、その辺の違いかな。代用できるかどうかをまあ、その代用できるっていうところを、強さの指標にするとして弱いと見るか、まあ、普通にコマパワーの高さを評価して強さと見るかですね。はい、まあ、要は強いです。うん、それは変わりないです。使ってみてください。お疲れ様でした。私からさよなら、バイバイ。